今週も全日本プロレスの魅力をたっぷりお届けしていきたいと思います。今週は、9月12日チャンピオンカーニバル開幕ということで、僕が個人的に一番大好きなチャンピオンカーニバルの過去の名勝負を1試合お届けしていきたいと思います。2008年チャンピオンカーニバルに衝撃が起こりました。なんと新日本プロレスの太陽の天才児棚橋弘選手がエントリーしました。これがどれだけすごいことかというと、棚橋弘選手がまさかのヒールをするということですね。棚橋弘選手というと、新日本プロレスの看板選手であり、武藤敬司選手の最後の付き人として名を博しましたが、いわゆるプロレスの、冬の時代、2006年には涙ながらに愛してますという名言を残した、名レスラーです。そんな方がですね、なんと全日本プロレスに来て、どういう状態になるかというと、他団体の選手が乗り込んでくる、そういうシチュエーションではヒールにならざるを得ないですよね。アウェイの状況に棚橋選手が乗り込んでくるわけです。これが今回の非常に見どころでした。まず2008年3月1日に武藤敬司、棚橋弘、河原俊明、太陽ケアというタッグマッチが行われました。この試合がですね、また非常に面白かったので、これを見たい方はぜひコメントとかチャットで書き込んでいただければと思います。この試合の後に棚橋弘選手が、チャンピオンカーニバル参戦を表明します。じゃあチャンピオンカーニバルこの A ブロック、棚橋弘選手がエントリーしたブロックのメンバーがこちらです。武藤敬司選手、川田選手、小島選手、太陽ケア選手ということで、歴代三冠王者揃い踏みの A ブロック、こちらの中に棚橋選手が混じってどのような試合を展開するのか非常に楽しみでした。そして、この戦績が次のページになっております。4戦中、2勝2分けということで、まさかの優勝者決定戦 A ブロック代表の座まで、勝ち進みました。最後の試合となった小島選手戦では、小島選手 もうかなり、自分 のラリアット右腕ですね、かなり疲労していて、痛みが増す中、なんとか最後にラリアットを棚橋選手にかますんですけど、痛みでフォールできない、その隙に、棚橋選手が、電光石火、丸め込みですね、当時よく愛用されてました、棚橋選手が丸め込みで勝利し、A ブロック代表の座を勝ち取るわけです。対するその相手なんですけども、これが、何の命運か、当時デビューして3年5ヶ月だった諏訪間選手、何が言いたいかというと、デビュー3年5ヶ月の選手が全日本の顔として、他団体の選手、メジャーである新日本プロレスの顔、棚橋弘選手を迎え撃つ立場になったわけです。そしてこの2人の、くしくもというか、奇跡的な運命かもしれませんが、なんと1976年同い年、しかも誕生日は10日しか違わない、そんな2人の運命がこの日交わることになりました。両団体の命運をかけた優勝決定戦、ぜひご覧ください。
さあいよいよ2008年サッカー日本決勝、新日本のファンの夢を背負い、いよいよ最後の一戦へ。ここは全日本プロレス、守れ全日本プロレス、ついにここまで来た、もう逃さねえ、棚橋も、そして頂点も、前線天井、入ってこいよ、行け、君の時代が、来た今、ファンは君を待っている、全日本プロレス。240パウンド、タナシヒロシ、 A ブロック代表、新日本プロレス、タナハシヒロシ。我がコーナー270パウンド、スワマ、 B ブロック代表、全日本プロレス、スワマ。4月5日から始まりました2008チャンピオンタイムバル、 A、B、 2つのブロックに分かれリーグ戦を展開いたしました。 A ブロック代表棚橋博史、 B ブロック代表スワマ、いよいよ優勝決定戦、時間無制限の一本勝負、宿命の2人がこのリングに降り立った。スワマか棚橋か、優勝決定戦。さてまず長野さん、はい、勝負を分けるキーポイントはどこでしょうか。そうですね、それよりも僕がまず注目してるのは、はい、99年にデビューした棚橋と、はい、2004年にデビューしたスワマが、はい、こういう舞台で決勝を争うと、はい、もうそういう新しい時代に来たんだなっていうことにまず、あ、もうそのこと自体に僕はね、あの感じるものがありますね。なるほどね、時代は動いてますね、はい、さあゆかちゃん、はい、どちらを応援するんですか。棚橋選手のさっきの試合を見ているので、うん、あの応援したい気持ちもあるんですけど、うん、でもどなんかもう選べない、本当になんかいい試合をしてほしいとしか言えないですね。本当に両方応援してください、はい、もう両方とも魅力的すぎて、はい、悔いの残らない試合をしてほしいですね。そうですね、最後の一戦です、優勝決定戦、頂点はどちらか。共に31歳ですよね、はい、しかも誕生日は10日しか違わないんですよね。そうですね、1976年11月23日神奈川県は藤沢出身のスワマ、188センチ120キロ。棚橋は1976年11月13日ちょうど10日前、岐阜県出身、181.5センチ103.5キロ。キャリアはね、棚橋の方が5年上なんですよね、はい、あのスワマの場合はね、はい、大学でレッスンやってまして、はい、アテネオリンピックを目指してましたから。あ、そうですね、でそれの出場枠がなくなったということで、はい、2004年の4月に、今リングサイドにいる武宏、はい、PWF 会長の勧めで、はい、全日本プロレスに入門したんですよね。そうですよね、考えたらまだキャリア3年半ですかね。うわ、やりかした。そうですね、長野さん、はい、考えてみますとね、はい、スワマこのチャンピオンカーニバルで、はい、ラストライトって出しました。出してないですね。出してませんよね、はい、まあ、あともう一つ言えるのは、はっきり言って勝ち星が少ないっていうのもあるんですよね。あ、なるほどね、ただラストライドは温存してたのかなと。おお、で前の試合でちょっと棚橋があの小島のラリアットで首痛めてますよね、その辺がどう作用してくるかってありますね。なるほど、
お互い一歩も譲りませんね。いや本当ですね。この辺りは五分です。足を張っていく棚橋、すごい、やったらやり返す。はい、上になったのが棚橋、新日本プロレス、下ディフェンス、全日本プロレス、スワマ。決勝で棚橋とやりたいと語っていたスワマ、そして棚橋はスワマについては、追いかけられると僕はダメなんですよ、やりたけりゃ上がってこいよと話しておりました。共にね、やっぱり主導権を握りたいんですよね、はい、そうですね、譲らないですね、中央大学でレスリングを始め主将になりました。全日本レスリング選抜選手権優勝、世界選手権代表に選ばれました。2004年10月11日デビューは全日本プロレスのスワン。さあ押し込んでいく棚橋、大手に送るがそれを許しません。がっちり入れてますね。そうですね、棚橋は立命館大学卒業後新日本プロレス入門、1999年10月10日当時の真壁伸也、現在の闘技相手にデビュー、 IWGP を2度獲得、昨年 G1 クライマックス優勝、そしてニュージャパンカップの2度制覇、今年もそのニュージャパンカップを優勝しましてチャンピオンカーニバルに乗り込んでまいりました。力入りますね。そうですね、がっちりいきます。スワマ、ムカちゃん、緊張感ありますね。ねえ、本当に力が入る。スワマ、頬骨あたりを決めている。半身の体勢、でも譲らないな、本当に。そうですね、押し込む、ロープに送る、いけるか。それで勝ったのはスワマだ。すぐ立ち上がる棚橋。ちょうどね、長野さん、はい、両国の後のですね、おーっとボディー、はい、さあマニタル棚橋、もう一発入れた、さらに入れる棚橋、新日本のファンの声援の後押しを受けて棚橋が攻める。おーっと強兵に対しまして、おー、何か突き飛ばす、そんな動作を見せました。アウェーのリング、しかし伸び伸びやっている棚橋、今度はお返し、さあ1ダースから1ダースに向かって打ち込んでいくスワマ、今度は再び体勢を入れ替えた棚橋、入魂です、一発入魂、エルボースマッシュ、もう一発、顎ふざけとバカフル棚橋、ボディースラム、サインで棚橋、立ち上がったスワマ、お返しのボディスラム、同じ技、まあ、この辺りは長野さん意地ですね。そうですね、ラリアット場外落とした、おー、落ちちゃった、おスワマか、ダブ、ダブだ、ある意味ドラゴンロケットと表現しましょうか。ここはドラゴンロケットです ね、形はね、はっきり言って良くなかったんですが、はい、気持ちは伝わりますよね。本当ですね、相手の得意技なっていったスワマ、なんとスワマがトペスイシーダードラゴンロケット、棚橋コールが起きる、ここ後楽園ホール、いや頭打って、そうですね、120キロが飛んできた、さらにここでどうするか、デッドリードライブだ、デッドリードライブ、棚橋もすぐ起きますよね。そうですね、スワマのドラゴンロケットには少々驚いたことでしょう。棚橋がここでどうするか、さあエプロンから棚橋は何を持っていくか、ザーッ体重を見せるように持っていきます。いや見せてくれますね、棚橋もね、はい、やられた分だけ返していきます。そしてご覧のポーズ、応援してます。南北東西、
たちは勝ちに来たんだ、勝て棚橋という横断幕、最強伝説継承棚橋宏、横断幕が見える。ここはしかし全日本のリング、スワマ負けるわけにはいかない。年齢は同じ31歳。捉えた、考えたらね、はい、足を取った、足を取った、やばい、やばい、やばい、受け身が取れません。ドラゴンスクリュー、これが出るとね、棚橋のペースになってきますよね。そうですね、棚橋が攻めます。2008チャンピオンカーニバルの大混戦でした。そしてこの2人が勝ち上がったわけであります。まあ、共にね、団体の期待を背負ってますからね、不安のね。そうですね、これはきつい戦いですよね、はい、エルボーを落とした足への攻撃、棚橋宏。いった棚橋が前へ前へ出ていく、もう一発いく、相手の足を殺しにかかりました。ゆかちゃん、どう見えてますか今。いろんなところを着実に、なんか攻めるあたりが、ちょっと心にくい、ちょっと心にくいですね、次はここ次はここみたいな感じが、結構リズメにね行ってますね。あのパフォーマンスを見せつつ、リズメに行くというところがね、はい、うまいですよね。うまいですね。対決、時代を担うプロレス界を担うナウリーダー同士、ここでインディアンデスロックの体勢になった。ここで体を押さればインディアンデスロック完成。さあどうだ、レフリーのカウントが一瞬入った。すぐ肩を上げたスワマ、もう一発下から押し込んだ、上から棚橋だ。全日本のスワマ、スワマさんの体勢で力入らないですよ。スワマが徐々にロープに近づいていく。10分経過、見ました、スワマ。青山さん、まだ5分ですかね。ですね、でもね、はい、結構お互いね、顔に出さない中であのきついと思います。今10分経過ですけど、結構きつくなってきてると思うんですよね。そうですか。優勝決定戦は時間の制限、日本勝負。メインでフリーバナ強兵、世界一になるフェリング、あ、上になったマウントの体勢でパンチ攻撃はスワマ。やばい、ゆかちゃんも懸命に声援を送っている。今度は体勢を変えました、上田流しだ。エルボーを打つ、ブーイングが漏れる。全日本のファンでしょう。今度はストンピング攻撃、棚橋に対する声援、スワマに対する声援。2008年4月9日優勝決定戦、全日本プロレス春の祭典、28回目を迎えるこの大会。足を取る、セカンドロープにかける、まるでセカンドロープ越しのレッグロックだ。リズメ、臨機応変、振りかなった攻撃、棚橋。どちらが勝つんでしょうか、頂点か。大沢さん、徐々にもう棚橋のペースになってきましたね。じわりですね、はい、棚橋ワールドか、棚橋ワールドか。別中、もう一発、自信を持ったこの表情、自信を持ったこの表情だ。足、もう一度鉄柱にぶつけていく。棚橋もスワマも今日2戦目、ここで棚橋コールがまた沸き起こりました。が優勝するとなると歴史が変わります。過去27回狭間での優勝もありません、団体での優勝もありません。エルボースマッシ
今度はセカンドロープに上がった。パンチの雨あられか。新日本のファンからはブーイング。しかし新日本のファンからは声援だ。拳を握ったパンチ攻撃。やや長野さん、棚橋のペースになってきましたかね。そうですね。お逆に振った。ここはどうだ。下から蹴り上げる棚橋。できた。気合入ったんじゃないですか。本当ですね。ダリア、すごいラリアットだ。今のラリアットは強烈でした ね。逆に10キロウェイトが全て乗りました。スワマに対する応援、全日本の応援団だ。対角線に送るニュートラルコーナー。そして逃げ場のないラリアット。腕を振ったスワマ、捉える棚橋。ちょっと効いたようだ。おお、パワースラム。強烈、受け身が取りづらい。カウント、カウント、2カウント。いや、今一瞬頭から突っ込んじゃうんじゃないかと思いましたね。いや、そうですね。危険な投げ方をいたしましたスワマ。スワマさんもやっと自分のペースになりつつあるっていう感じですもんね、うん、まだ。そうですね、油断できないですね。熱い声援を送っています。スペシャルゲスト、ゆかちゃん。さあ、強烈なストンピング攻撃。棚橋コールが起こっている。黄色い声援だ。この一戦を見つめる PWF 会長浅井博氏、一心にこの一戦を見つめています。長野さん、はい、瀬さんも嬉しいんじゃないですかね。そうですね、やっぱり全日本にね、一番最初に推薦したのはこのスワマでしたからね。いけ、これはカウンターとなった。スワマもう一度、棚橋、これをかわしたバックを取る。こっから投げがある、こっから投げがある。この体勢からも投げられる。スワマ、棚橋はこらえる、棚橋はこらえる。押し落としている、押し落としている。エルボー、もう一度振り抜いた。表は見た。エルボーの打ち合い、エルボーの打ち合い。ファンがこうします。優勝決定戦、15分経過、優勝決定戦。2人とも31歳、今脂乗っている。エルボー、フライングフォーアームズ。やっぱりね、経験の差なのか分かんないですけども、棚橋の方がなんか気持ちが強いように見えますよね、こういうところ見るとね。なるほどね。あの開幕戦でのタッグマッチも棚橋の方がちょっと上回ってるように見えましたよ ね。チャラチャラしてるようでいてね、あの結構気持ち強いですよね。あ、なるほど。いろんな経験、もちろん菅野も経験をしているんですが、それを乗り越えて栄冠をダッシュしたのは棚橋です。棚橋にはプロとしての実績がある。この棚橋が行く、体重です。押し込んでいく棚橋がフォールの体勢。菅野返したカウントは2カウント、カウントは2です。ここでバックを取る。ドラゴンの体勢、ドラゴンスープレックスは棚橋、ジャーマンスープレックスはスワマ。腕を振り切った、足を取る。あ、さっきの、はい、あれですね。あ、スクリーンを見せる、スクリーンを見せます。さあ、キーホードの体勢でも高い手を見せた。さあ、アンクルホールド、アンクルホールド、あのスクリューもね、今日まで使わなかったわけですからね、応援してたんでしょうね。はい、応援しておりましたスワマ。さあ、スワマが縛る、スワマが縛る。わあ、苦悶な表情、苦悶な表情は棚橋だ。棚橋が苦しくなっている。棚橋が苦しい、棚橋が苦しい。ロープまではまた距離があります。これは痛い、これは痛い、これは痛い。切り返しうまかったですね、今ね。うまいですね。あれ溶けるのはすごいですね。ねえ、瞬時の判断でしょう。ゆかちゃんも懸命に声援を送っています。このメインイベント、優勝決定戦、時間無制限一本勝負。
2人ともね右足ですよね。そうですね。で棚橋右膝をずっと痛めてたじゃないですか、はい、その素振り見せなかったんですが、これは結構やばかったんじゃないですかね。あ、そうかもしれません。それでも行く、それでも上がる、トップロープに上がる。スワマが気がついた。ボディへ一発パンチを見舞ってセカンドロープに上がったスワマ。さあスワマがここからブレンバスターの体勢。ブレンバスター投げがある、投げがある。さあブレンバスターだ、ブレンバスター。こらえる棚橋、棚橋逆に投げるのか、どっち。いや、ここはゴムですね。どっち、どちらが投げるか。こらえている、手を広げて今度はボディにパンチ攻撃。棚橋、棚橋もこらえる、投げようとする。スワマ、全日本プロですか、それとも新日本プロですか。日本のプロレス界は明るい。さあおっと今度は体勢を入れていた。ここで上げるか。うわー、どうなんだ。さあ上げた、上げっぱなし、抑えた。どうだ、カウントは、カウントは2、カウント、カウント2。まだまだ分かりません。ゆかちゃん口あんぐり状態ですね。はい、さあいった、スリングブレード、スリングブレード。かかりはどうでしたか、大沢さん。あの結構ねスワマが無防備だったんですよね、ただちょっとスピードがなかったので、はい、まだあの大丈夫だと思うんですけども、もう一発、あっと飛んで飛んで、さあバックドロップ効いたぞ。このバックドロップは完璧、落としバックドロップ。あ、すぐ起きますよ、すぐ起きた。角度はね、急でしたよね。そうですね、得意中の得意、投げ、頭を抱えているゆかちゃん。ゆかちゃん見れてますか。はい、もう一生懸命見ているゆかちゃんです。スワマコール、棚橋コール、後楽園ホール超満員。お、吠えた、吠えた、吠えたのはスワマ。スワマが向かう、倒れません、倒れるわけにはいかない。アウェーにした棚橋、優勝しかないと棚橋、もう一発、倒れません。さあ今度はスワマ、もう一発、ここは相打ちか。棚橋のラリアットも珍しい。珍しいですよね。そうですね。20分経過、ここでどうするか。飛びましたけどもね、ここからでも投げに行けます。さあいっか、スリングプレート、これカウント、すごい戦いになってきましたね。これは全く引きません。全日本を背負い、新日本を背負い、そして明日の日本プロレス界を背負っている2人、2人とも頑張れ。時代は君たちを待っていた。さあ起きるんだ、さあ起きてくれ。スワマ、棚橋、両者に声援を送りたい。勝った、やや早かった。スワマエルボーエース、ただ膝をついた一瞬、スワマ。おー、セルエルボーの打ち合い、もう一発、いや揺れて棚橋負けじと、スワマ大きく吠える。もうものすごい打ち合い、言葉はいらない。足を取って、今のは強烈でしたね。首を突かれました。ボールの体勢、スワマ片指に固める、リングの中央だ。カウントは2、カウント、カウント2、カウントは2です。懸命のレフェリング、世界一の、あ、この位置から持ってきますか。また強兵の見ている前で強引に引っ込めて、スワマですよね。スワマ流です、スワマ流。さあ
諏訪間の時間なのか、それともまだ棚橋粘りを見せるのか。ここでバックを取る、バックドロップ、バックドロップ、棚橋さん体力が、今のは角度がきつかったですね。角度を変えました、角度を変えました。遅いからも諏訪間6年に準優勝があります。まだ頂点はありません。諏訪間、逆に棚橋は頂点を何度も掴んでいる。その実績の違いは出るのか、それとも勝負に対する執念なのか。勝るか諏訪間、ここは君のリング、さあ行きますよ。君が取らなきゃ誰が取るんだ。上げた、優勝が君を呼んでいるのか。棚橋ひろし、時代は君を求めているのか。スリングブレード抑えた、棚橋取ったか。カウントは2、カウントは2、カウント。ゆかちゃんどう映ってるんですか。さあここを勝負だ、見えた、健康、もう一発いきます、念には念を入れて、チャンピオンカーニバル初制覇に向けて、膝が待っていた、今膝立ててましたね、しかし立てた諏訪間の足が痛い。そうですね、膝も痛めましたね、やられるだけでいかないって感じですね、やはりただではいかない、すんなりとは決めさせない。大佐野さん、ちょっと分かりません。そうですね、棚橋もね、今はね勝利を確信してたと思うんですよね、これをね、カウンターで立てられたのはちょっとね、精神的にもきついですよね、25分経過のコールとともにファンから拍手が起きました。足を取った、足を取った。ここでどうするんだ棚橋、ひねる、棚橋流、棚橋も諦めないですよね、諦めません、さあここでテキサスクローバーですね、テキサスクローバーホールド、テキサスクローバーホールド、さあフェリーが宿るのか、棚橋の体にテキサスクローバーホールド、テキサスクローバーホールド、 IWGP を防衛したこの技、もう棚橋の代名詞になっている。すごい、ちょっとね、ありますもんね、離された。さあここで腰を落とした、テキサスクローバーだ、がっちりと入ってしまった。おさまさん、あのね、危ないです、足のロックは不完全なんですけど、腰が落ちてるんで、これきついんですよね、ここがね。そうですね、掴める、掴める、ファンがこっちへ来いと、東のファンがこっちへ来いと促しています。もうちょっと、ゆかちゃんももうちょっと、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 ダメなのか諏訪間、ちょっと崩れている、ちょっと崩れている、ね、ちょっと形崩れましたけど、はい、でもね、なおも締め続けますね、すごい試合です。これぞマウリーガー対決だ。諏訪間コール、棚橋コール、もう区別できません。私は区別できない。全員が2人に声援を送っているように見える、聞こえる、ドラゴンスープレックス、ドラゴン、投げっぱなしのドラゴンスープレッ
崩れてしまった。打つ、抑える、カウント2。あのね、スワマの肉体が分厚いんで、はい、フルネルソンを完全にロックできないわけですよね。あ、なるほど。だから抑え込む形に変えましたよね、はい、今度は何を狙うんだ、棚橋。もう一発いきますかね。押し込んだ、体勢を入れ替えた。ここはどうだ。さあここだ、フロントスープレックスでコーナー。しかもすごい回転ですよね。そうですね、あえてぶつけましたかね、これは。そうですね、まあ位置がちょっと悪かったっていうのもあると思うんですけども、軽薄状態からフロントスープレックスへ。さあ諏訪間だ、さあ諏訪間だ。諏訪間が距離を測っている、距離を取っている。これは効いてしまったのか、棚橋。ラリアット強烈、強烈なラリアット、抑えたのは諏訪間。どうだ、カウントはツーカウントです。カウントツー。まあ、ここからね、どういう畳みかけを持っていけるかなんですね。リバちゃんも祈っている。あ、さあ行きますか、ラストライド、ここで見せるのか。上げる、行かせないですよね。でもこれうまくいったら決まりますよね。そうですね、左近くになった、見えなかった。右でも左でも打てます。重いですね、重い。今度はどうするか、諏訪間。さあ改めて何度、ここで3度目か、この試合3回目のチャレンジ。上げる、ダンスト、振り子のように抑えた、諏訪間取った。やってくれた諏訪間、29分の力技ですね。すごい、すごいとしか言えない。涙が出る。これ完璧でしたね。すごかったですね。諏訪間コール、ついに決めば頂点を取ったんだ。いやー、佐野さん、はい、最後のラストライドは凄まじい勢いでしたね。そうですね、もう3度目の正直で決めました、ね。おめでとう諏訪間。いやでも本当に新しい時代が来たっていう感じしますね。いや、本当ですね。何度目のチャレンジなのか。ようやくです、ようやく君が取ったのは頂点だ。あー、もう棚橋力尽きてますね。優勝賞金は松山選手に CSO 賞、ガオラ顧問近藤康夫様より優勝賞金が贈られます。近藤康夫顧問、今贈られました。続きまして、長谷博史 PWF 会長よりチャンピオンカーニバル優勝大トロフィーの贈呈です。恩人です。いや、まさに恩返しですね。恩返しです。プロレスに入れてくれた長谷博史からね、はい、この優勝の、ね、トロフィー受け取る、はい、何を感じたんだ諏訪間。恩返しができました。あ、嬉しそうですね。いい笑顔だ。いい笑顔です。全日本コールが起こりました、後楽園ホール。皆さん、今日はこんなに大勢に応援来てくださってありがとうございます。全日本に憧れて入団して、全日本の結果がようやく出せることになりました。ありがとうございます。一つ目標を達成できたんで、次はベルトを取りに行きたいと思います。
今日はありがとうございました。次の目標は三冠です。諏訪間選手でございます。長かった5日間、あっという間の5日間、激闘10選手、 A ブロック、 B ブロック、戦い抜いた選手たち、そしてこの笑顔、頂点を極めたのは全日本プロレス諏訪間だ。小澤さん、最後にね、三冠ダッシュ宣言をしてくれましたね、はい、いや僕が思い出すのはね、ドゥードゥーマーダーズから正規軍に戻るとき、はい、果たして僕はこのリングの中央に、ど真ん中に立っていい人間なのか、ベルトを巻くにふさわしいレスラーなのか、はい、それをもうファンの人に問うしかないって言ったんですよね、今日一つ結果が出ました、ファンも支持してくれた、もちろん実力で掴み取った、はい、堂々と中央を歩いていってほしいですよね。そうですね、はい、もう既に今変わりました。これからは全日本、ファンの期待の表れです。おめでとう。なんもねえよ、なんもねえ。今日も朝まで言い訳考えてやる。誰もが納得する言い訳考えてやる。何食わぬ顔で死んでも戻ってやるのだよな。なんで俺はパンツなんだこの野郎は。一個だけ、スワマトップ取る。気持ちいい、気持ちいいだろ。気持ちいいの、気持ちいい、痛い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 、すっごい痛い、もったいない。俺はちゃんと半分飲んでる。最高にうまい。すげえ、なんかお客さんも本当にプロレス好きな人たちだけで、こんな舞台ってあるんですね。すごい面白い。なんかすごい価値観が、なんかもっとなんかもっと戦いたい。今回棚橋選手がね、新日本として来て、余計全日本の看板、これは絶対守りてえって、気持ちがすげえ込み上げてきて、全日本プロレス、これからどこの団体にもね負けない日本一の団体に、したい。絶対どこにも負けない。次三冠のベルト、この勢いで取りたい。この試合ね、僕多分もう10回ぐらい見てるんですよ。何回か泣いてますね。それぐらいすごい試合だったと思います。まずですね、棚橋選手のこの人差し指でこう挑発する姿とかとても新鮮でしたし、今ではめったに見られることはない、むしろ多分もう見られることはない姿だと思います。この試合をですね、ぜひ皆さんにお届けしたかった。本当に嬉しいです。何がすごかったかって、この時諏訪間さん確かブードゥーマーダーズ辞めたちょっと後ぐらいなんですよね。ってことはヒールだった選手が急に全日本プロレス最後の砦になったわけですよ。そこでみんなの視線が一気に諏訪間選手に集まった。その中で最後に決めた渾身のラストライド、あれがですね、もう本当もう胸をときめかせますね。なんかもう本当にいい試合だと皆さんも思っていただけてたら嬉しいです。はい、ぜひね、チャンネル登録だったりとか高評価いただけたら嬉しいです。来週もですね、チャンピオンカーニバルから珠玉の名勝負をなんと2試合お届けしていきたいと思います。2009年のチャンピオンカーニバルから高山義弘選手対武藤敬司選手、太陽ケア選手対浜亮太選手の試合をお届けします。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。